はい、こんにちは、ピカですけどね、グランツーリスモ7やっていきたいと思います。今日何をするかというと、ツイッターにね、こんな質問来ました。グランツーリスモ7バージョン 1.2 以上メカニカルダメージ表現がひどすぎるので、ピカワさんにやってみてほしい。これは危険すぎる。私はパッドでしかできないけど、これハンコンでやったらやばいことになりそう。メカニカルダメージを弱で壁に衝突した後ニュルとか走ってみてください。多分全開で走れないと思う。ということなので、メカニカルダメージがね 1.2 以降どうなったかっていうのもね、ちょっとやっていきたいと思います。車ノーマルの NSX でやっていこうか。まずはちょっとニュルで軽くぶつけて走ってみようかね。ニュルピタでぶつけてどうなるか、軽く壁に当てて走ってみてください。どこだっけあれどこ、レース設定で弱にしなきゃダメなのか、これか。一回弱でやってみようか。タイヤの摩耗もとりあえずオンにする。タイヤの摩耗もオンにしようか。燃料も1倍にして、うん、リアル。こんなんでやってみる？ワンメイクで。中級で。上級か、上級で。はい、メカニカルグリップ弱で、どうなるか。 NSX ワンメイクです。やっていこう。おー、ちょっとあんだ。おー、気持ちいいね。おー、ギアが出る。まあ普通に走ってる分には、気持ちいい。いいじゃん。いいじゃん。普通に走ってったらどんどん普通なんだけど、メカニカルダメージ壁にぶつけてみる。ちょっとどこでぶつける、ここでぶつける。一旦軽くちょっとこんな感じでぶつけてみよう。壊れた。あー、ちょっとアライメントがずれたね。あ、ハンドルずれたね。あー、ずれた。センターがずれたね、ちょっと。あー、すごいわ。アイレーシング並みにずれるわ。あー、右と左違う。ドロップしちゃった？確かにアライメントがずれたね。右側をぶつけたら右側のアライメントがずれてる。トーインがついてるね。トーインがついてるね。こっちが右側に切り込むとちょっと、あー、またぶつけた、またぶつけた。今度リア側ぶつけたぞ。トーインがついてるのがわかる。すごい、初期の切り込みがすごい切り込んでくる。あ、さらにずれた。シフトミス。さらにずれた。ほら、ステアリングセンターがどんどんずれてくんだ。あー、そういう表現がついたのね。あー、確かに違う。もう壊れてる。
楽しいよ。やばいなこれ、変態だから。壊れた車が好き、壊れた人間が好き。あーこれはやばい、こっちに左コーナーじゃない、左コーナーがやばい。2コーナー大丈夫なんだ今、左しかぶつけ、右側しかぶつけてないから。右側のアライメントがリアとフロントもずれてる。これを乗りこなす、うん、これはでもなんかアイレーシングやってたら普通のことだよね。うん、カウンターもおかしい、流れ方もおかしいね。もうちょっと行ってみる、もうちょっと行ってみようか、もうちょっと派手に行ってみよう。あーもうだいぶずれるね。なるほどね。あこれはいきなりこう、あー左側ぶつけたくない、左側ぶつけたくない。だいぶステーリングセンターずれてる。もっと派手にいくか。これちょっとステーリングセンターこんなにずれた、こんなにずれた。あどんどんずれていくんだめっちゃ面白いじゃん。あめっちゃ面白い。ああ何これ、あいけるいける、全然運転できる。実車とはまた、まあ実車もっとずれるからねもっとずれるっていうか、うん、でも似たような感じ、うん、なんだこれ高速コーナーやばい、アライメントずれてるとね。ちょうどいいコーナーってあって、おおめっちゃ切り込む。わあ面白い、やばい、変態すぎる俺、変態すぎてなんか壊れた方が楽しいって思っちゃう。おおめっちゃ切り込むじゃんこっちで。よくないんだよねこれ本当は。でもね、壊れた車に合わせられるってことは限界で走ってないってことなんだよね。本当に限界で走ってる人は壊れた車に合わせられないんだよね。だから結構マージンを持って走ってる人は、余裕で乗れてしまうっていう。ドリフトもできるじゃん、壊れてても全然楽しい、壊れてる方が楽しい。ドリフトしようとしてあんた出した、あー右側をぶつけた。右と左でハンドリング全然違うもんね。あー今度右側ぶつけた。まっすぐになった。
右も左もずれたんでまっすぐになりますね。あーこれ本当アイレーシングと同じような仕様だ。あー接地感変わったね。左右の接地感変わった。キャンバーとかもずれるんだろうな。ああちょっと待って、ああ思ったところに行かない。気持ち悪い、この気持ち悪さが気持ちいい。ダメだ、俺も壊れた車大好きだな。壊れた車大好き。壊れた車に順応するのが好き。今日は本当に速く走る人じゃないんだね。速い人はね、順応できないんだ。なんか、あのセットがずれた車で走れないっていう。ピンポイントで行きたくなるからさ。俺は結構、なんていうのかな、こう幅広いこうキャパで走らせたいみたいな。基本的にやってること違うんだよね、だからレーシングドライバーと。峠ドライバー、峠ドライバーって違う。いや、本当にね、基本的に峠ドライバーとレーシングドライバーってやってることが基本的に違うんだよね。峠ドライバーは結局限界で走ってない、限界で走ってるんだから、まあ、峠の限界とサーキットの限界の概念が違いすぎて、そうなんだよ、何があっても車を壊したくないっていう。結局それって峠じゃさ、限界じゃない、峠じゃ限界だけど、サーキット、いやどっちに寄せてくんだよ。サーキットだと限界じゃないって話なんだよな、これな。そういう問題点はある。でも本当に、ああすごいね。でもダメージモデル変わったね。あ、なんかハンドルの遊び、この辺もなんか遊びも変わるね。アライメントが変わってるから。だってあフィニッシュだった。はい、ということでまずそうだね、ダメージモデルは変わって確かにこう壊れる感じになってはいるね。でハンドルが曲がる表現が結構入っていて、でちゃんとアライメントがぶつけた方に曲がるっていうイメージがある、うん、よくできてますね。ただまあアイレーシングほどは壊れない。アイレーシングもっと壊れるからね、うん、だからまあ多少こう優しく作られてる。はい、ということでね、まあ多分ね、ハンコンだと走れるんだけど、センターの位置がずれてもね、まあ、そこでキープしてればいいから。でまあ多少のハンドリングのズレというか違いというか、アライメントが違っていて変な方向に行ったとしても、まあ、ハンドルだと結構、まあ、セルフステアとかも働くし、案外まあ走れるかなっていうのが印象。これまあ、うん、アイレーシングやってる人だとこれで走れないともうレースが、まあ、なんていうのかな、終わらないって、終わらないって、もう24時間耐久とかやってるともう必ずハンドル曲がってるから、大体あのリペアしても治んないっていうね、24時間なんで、我々はもうなんていうのかな、アイレーシングやってる人間からすると曲がったハンドルでもう次にこうバトンタッチされるのは当たり前みたいな概念があって、ちょっと面白いんでね。なんでまあちょっとどうなんだろうね、これがだから実写でそんな場面がまあなんか素人にあるのかって言ったらないよね。アライメント狂った車、まあ、大体街が走ってる車アライメント狂ってる車多いんだけどね、実際問題ね。友達の車とかでもパッて乗って、んーアライメントずれてるよねっていう。あとやっぱ中古車なんか買うと必ずアライメントずれてるからね、あの事故ってるわけじゃなくて、なんだろうね、まあちょっと足回りちょっと打ったとかっていう車が、実際俺なんかなんだろうな、この間買った991のポルシェ GT3 もぶっちゃけもう乗った瞬間アライメントずれてんなって思ったからね。でもそこをね、大塚くんのところに持ってってアライメント測ったら、あやっぱずれてて、パッて直した瞬間、なんだなんていうのかな、まっすぐ走るなみたいな感じ。だから街中走ってる車ほとんどグランツーリスモ7ダメージ弱で若干ぶつけたぐらい曲がってる説あるそこまではないか、でもほんとそんな勢いだよ、うん、なのでね、皆さん車のアライメントをちゃんとねしっかり規定値に収めてみましょうっていうね、それ大事だと思います。はい、ということでまたねこれねやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ、でっぱいね。